庭菜園ライフ。和光市で菜園をやってます下道です。今日は10月中にやる作業と NG 作業についてご紹介していきたいと思います。2023年の野菜の植え付けも大体の主要品目はこの10月中の植え付けが最もピーク時を迎えます。その後は11月に入りますと玉ねぎやスナップエンドウ、冬場の葉物などがありますが、品目は徐々に減っていきます。秋冬野菜のメインの品目や春に収穫する野菜の植える時期としてはこの10月が重要な時期です。今回は10月にやるべき作業と NG 作業についてご紹介していきます。では行ってみましょう。それでは畑の様子から見ていきます。秋ナスなどの収穫はもうそろそろ終わりに近づいております。こちら見ていただきますと頑張って栽培しております。まだ若干収穫できそうでありますが、先端部分が伸びが悪かったり徐々に花芽ができなくなってきますので、そうなってきますと収穫も終わりです。こればっかりは株の状態やメンテナンスなどによって変わってきますので、一概にいつまで取れる、この時期必ず撤去とは言い切れませんので、ぜひ長く育てられるように頑張ってみてください。続いてこちらの秋冬野菜をご覧ください。だいぶ大きくなってきて、背丈や葉っぱ一枚一枚が肥大化するのが10月です。だいぶ変化も激しくなってきていると思いますが、日々のチェックは怠らないようにしていきましょう。特にこの後ご紹介していきますが、10月からはある害虫が増殖してきますので、それには要注意です。それでは10月中にやるべき作業と NG 作業についてご紹介していきたいと思います。まず一つ目です。害虫対策です。害虫の中でも最も気をつけたいのがアブラムシです。10月になり気温が落ち着いてくると急にアブラムシが発生してきます。羽を持ったアブラムシが生まれて、特に白菜、大根、こういった油中の野菜に付着して増殖します。倍倍で増えますので、1匹いたら確実に撃退しておかないと1週間後にはとんでもない数になりますので、見つけ次第撃退してください。その他ハムシ、ヨトウムシなども発生が多く見られます。十分注意してください。こちらをご覧ください。こちらは遅まきした白菜です。今朝こちらを確認したんですが、このように葉っぱをかじられております。おそらく根切りかなんかの仕業だと思いますが、こういったものを細かく見つけないと下手したら全滅してしまいますので、日々の点検は忘れないようにしていただきたいと思います。こちらは大根です。大根は生育初期にはそこまでアブラムシは多くありませんが、葉が大きく展開してくると葉の裏側にアブラムシが住み着く場合がありますので要注意です。2つ目、土作りです。10月から栽培を開始する野菜は結構人気のメイン品種も多く、土作りを随時始めていきましょう。また11月初旬に植える野菜の土作りも10月中旬から後半には始めていただきたいと思います。例えばいちご、玉ねぎ、にんにく、スナップエンドウ、そら豆、そういった野菜が植え付け時期となります。土作りはやはり1、2週間は必要ですので、ぜひ遅れないようにやっていきましょう。今のご紹介した中ではニンニクが最も早く植える時期となります。土作りはすぐに開始してみてください。今年はこのように玉ねぎとスナップエンドウとそら豆の土作りが終わっております。この野菜はどの野菜もそこまで肥料分は必要としません。特にスナップエンドウとそら豆はマメ科の野菜ですので、そこまで肥料は必要としません。このように
肥料が少ないものをまとめてしまうと管理も楽だと思いますので、作付けに気をつけて頑張ってください。続いて3つ目、収穫作業です。落花生、さつまいも、里芋、こういった長期間栽培していた野菜が収穫のタイミングを迎えます。特にさつまいもと落花生は10月に収穫のピークとなりますので、遅れないように収穫をしてみてください。落花生の場合は収穫が遅れますと味も落ちて乾燥もしてしまいます。さつまいもの場合は肥大化しすぎてやはり味または筋っぽくなってきます。ですので遅れないように試し掘りをしながら時期を検討してみてください。里芋の場合は和製品種などは収穫タイミングです。ある程度大きくして収穫には問題ないんですが、こちらもぜひ試し掘りをしながら収穫してみてください。こちらはさつまいもです。例年収穫タイミングが早まっております。高温の日が多いせいか芋の肥大化も盛んですので、遅れないようにしてみてください。最後にやるべきことが種まきです。10月の種まきというのは防寒などを必要とせずに発芽させやすい最後の時期だと思います。11月ぐらいになると、もちろん気候にもよりますが一概には言えませんが、防寒をしたり対策をしないと発芽しづらい時期となります。根菜、カブや大根、ほうれん草、小松菜、水菜、そういったお野菜をぜひ10月中に種まきしていただくのがおすすめです。しかし防虫ネットは必ず種まき後から張ってみてください。それでは最後に NG 作業をご紹介します。それは水やりです。10月からの加湿は絶対に NG です。例えば白菜、大根、キャベツ、軟腐病などカビを原因とした病気などにかかりやすいです。また高温多湿になるとアブラムシが大量に発生しますので、水やりはできるだけ控えて自然の雨で十分育ちますので注意してください。もし乾燥が続いて困る場合は、このように雑草を干して藁にするといいでしょう。今回は10月にやるべきお世話のポイントと NG 作業をご紹介しました。この動画が参考になった方はチャンネル登録といいねボタン押してください。ではまた、バイバーイ。